関宿藩。関宿藩は、下宇佐国、現在の千葉県の出し関宿三軒屋に存在した藩。藩町は、関宿城にあったが、現在の茨城県佐島郡境町にあたる地域をも、城下町とした。利根川と江戸川の分岐点にあたり、利根川水運の要衝であることから、江戸幕府にとっては、重要拠点だった。そのため信頼の厚い普代大,大名がその藩主に、 認じられた。関屋戸は徳川氏が関東に移された頃から重要拠点の一つとしてみなされていた。そのため、徳川氏が関東に入った時、関屋戸には徳川家康の異府邸松平高原が二万国で入ったことにより、関屋戸藩が立藩した。高原は、天正19年、1591年に二万国を加造され、四万国となった。 高原が死去すると、着難の松平忠義が後を継いだ。中両は、大阪の陣で先行を挙げたことから、元那2年、1616 16年9月、1万国家族の上で、美濃国大垣藩に家を違法された。翌年12月、越後三条藩から松平重勝が2万6千国で、入るが元那5年、1619年に、遠州横須賀藩に違法となった。 同年10月、下佐小賀藩より、小笠原正信が22,700国で入る。正信は、寛永17年、六6 4 0年7月に、創生し、養子氏の小笠原貞信が後を継いだが、わずか9歳の幼少では重要な関宿には、ふさわしくないとして、同年9月に、美野高祖藩に違法となった。その後、遠藤海久の藩より、 北条四十が二万国で入るが、商法元年、1644年3月に、駿河殿中藩に違法。代わって、武蔵石戸藩から牧野信成が一万七千国で入る。信成は商法四年、1647年に隠居し、この牧野地下主が後を継いだ。地下主は、上王三年、1654年に、京都諸次第となったために、 河内国内に一万国を加動され、明暦二年、1656年に、摂津、河内国内に加動違法となった。代わって、それまで、京都市次第だった、板倉茂宗が、山城、大見国内から関宿に入った。茂宗は同年末に、関宿にて死去し、後を、この板倉十号が継ぐ。十号は、自社奉行となった時に、 弟の板倉茂げる方に五千国を分与して、四万五千国を、領することとなる。十五四五は、この板、倉し常が継ぐ。おも常は、漢文九年、一六百六十九年二月、五千国家族の上で、伊勢亀山藩に移法された。板倉氏が去った後、久世博之が五万国で入る。広行は、徳川家綱の下でそば衆若年寄り、 老中を歴任した人物である。広行の死後は、この久世重義行が継ぎ、天羅三年、1683年8月に、備中庭瀬藩に移された。同年9月、牧野成貞が、日立国内より2万国家族の5万3千国で、入る。成貞は、徳川綱吉の下で、側用人として徴用されたことから、元禄元年、1688年、 泉国や日立国内に2万国を活動されて7万3000国の大名となった。元禄八年、1695年に隠居し、家督は養子氏の牧野重春が継いだ。聖春は、法令2年、1705年に7000国を活動の上で、三河吉田藩に違法された。かわって、久世重行が、関宿藩主に再任となる。以後、久世氏の支配により、 明治維新を迎えることとなる。茂行は、関屋土藩に戻る前に、すでに寺社舞踊、若年寄りを歴任して五万国を領していたが、関屋土藩主となった翌年に老中に栄進したことから、一万国を数をされた。第三代藩主、久世明キは弟に二千国を分与したため、関屋土藩は五万八千国となった。幕末期には、様々な混乱があったが、 なんとか乗り切っている。第九代藩主、久世工業の時代に、明治維新を迎え、明治二年、1869年の藩籍奉還で、工業は藩知事となり、明治四年、1871年7月の廃藩地県によって、関宿藩は廃藩となる。そしてその所領は、印馬県に併合された。関宿は、幕府の重要拠点の一つであった。 それを証明するものとして、歴代の藩主か八家の中から22名が、老中、3名が、京都諸子代を経験している。北条史重はわずか3年間の統治であったが、その間に江戸川と根源堂川の治水工事に尽力し、石や土壌の時の金を鋳造するなど、大きな地石を挙げている。久世市の時代には、石や土壌の新築などが行われた。しかし、 歴代藩主の多くが幕格になったことから、藩財政は、その出費で悪化し、さらに、利根川や江戸川の水害、官報2年、1742年の官報2年、江戸水、安政3年、1856年の洪水など、によって藩内は大被害を受ける。このため幕府から五千両の手当を受けるとともに、所領に万国ほどを水害を恐れて武蔵国など、他国に移すほどであった。 第五代藩主、久世広運は文政七年、1824年に藩校、藩公、京林館を創設した。だが、歴代藩主の中でも、最も有名なのは、第七代藩主となった、久世広金である。広金は、藩主、船橋随安を登用して、石屋道都市と称される、洋廃水路を建設して領内における水害を防ぐ、などの対策講じた。さらに、開永四年、 1851年には老中に就任して幕末期における幕政に参与する。広金はどちらかというと、解明的な開国派であったため、安政5年、1858年の日米、修交通商条約の調印に賛成していた。しかしその後、大老となった、井伊直介が有名な安政の大国という粛清を行い始めると、 これに強烈に反対したために直助の怒りを買い、老中と外国御用取り扱いを罷免させられてしまった。この頃、反省においては広金が新たに登用した杉山体験らによって無難なく統治が行われている。万円元年1860年に直助が桜田門外の変で暗殺されると、広金は安藤信正と共に再度老中に就任し、 安藤と共に幕政を執行する立場となった。この時、1万国を加増されて6万8千国となる。広金は直介、直助の強行すぎた路線から一転しての文政と共に、後部合体運動を推進し、文久2年、1862年には、公明天皇の妹、和宮を降下させることに尽くした。しかしこれら一連の動きは過激な尊能上位派や 幕府内でも奮撃を生み、同年に、坂下門外の変が起こって信政が失脚すると、広金も、老中として、ふさわしくない態度があったとして、同年6月に老いを罷免され、さらに一万国を削減された上、家督を十歳の着難である、久世広文に強制的に譲ることも余儀なくされた上で、秩序禁止処分となってしまった。後に英秩処分となり、 広文はさらに一万国を削減された。これにより広金は、失意のうちに、源氏元年6月に死去した。広金の死後、関屋土藩では、砂漠派と尊王派が対立し、これが原因で慶応4年、1868年の母親戦争では、若年の藩主を差し置いて、藩の主導権をめぐっての抗争が起こる。さらに藩内から将棋台。 旧幕府軍に加わる者などが続出して藩内は混乱し、このような中で、同年5月、広文は新政府から五千国を削減され、強制隠居を命じられた。その後も、広金時代の行進であり、反省の要であった関宿藩がろう、杉山大験が暗殺され、関宿城外来る和が消失するなど、幕末期の藩の混乱は著しかった。 二万国四万国不代。二万六千国不代。二万二千七百国不代。二万国不代。一万七千国二万七千国不代。五万国四万五千国不代。五万国不代。五万三千国七万三千国不代。五万国六万国五万八千国六万八千国五万八千国四万八千国四万三千国不代。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。